はい、どうも、クセミナです。よろしくお願いします。お願いします。今日はAmazon から、Amazon にオーダーしていたものが届きまして、その、ちょっと面白いやつがあったんですよ。で、その商品レビューをね。レビューをしていこうかと思いまして。ストレス解消、愚痴のツボ。もやもや、イライラ、内緒話を、他人に絶対に聞かれてはいけない話を、放送禁止な言葉を、気持ちが悪くなるくらいの毒舌を吐きたいあなたに。ツボに向かって叫ぶとストレス解消されるツボなんだって。ちょっとインチキ臭くないですよ。なんかその、なんか邪悪な、なんかこう魔除けのツボとかじゃなくて、これは愚痴のツボ。叫ぶ。そう。これちゃんとしてて、ほら、愚痴のツボって書いてあるでしょ、これ。取扱説明書は入ってないんですね。入ってないです。ツボに向かって話しかけるとストレスが解消されるって。メカニズムは、だから、それはやってみましょうか。やってみればね。開けるよ。はい。これを開けて、袋の絵がそうなんだ。ちょっとでも外せよ。あ、そっかそっか、割れ物だからこれ筒になるのか。おこって書いてあります。で、これに愚痴を叫ぶとストレス解消になるんだって。そういう効果があるんだって。なんでだろうな。まあ、やってみればわかるかもね。そうですね。じゃあまず愚痴考えるか。花粉症、最近。ああ、やばい。これ言っとるわ。もう時代がね。花粉症、やだよね。閉じ込める。あ、なるほどね。言って、蓋をして、封じ込めるみたいなね。鼻がムズムズするよ。嘘でしょ。え使い方合ってます？え、使い方とかあるんです。説明書ないんだよ、これ。おい。愚痴のツボでした。欲しい心地ランプです。Today's くつひまポイント。まあ、そうね。花瓶とかにいいよね、これね。なんかこうね、私からそれ後ろに花が刺さってるかもしれない。視聴者数伸びねえよみたいな、再生回数少ねえよってね。次からどんどんいっぱいあるかもしれない。この辺の草にね、この増加だから。でも刺す必要ないから。お気に入りです。ありがとうございます。はい、以上今日のくつひまキッスでした。ありがとうございます。バイバイ。